写真拡大。広島鈴木誠也外野手25が30日打率335出塁率453で自身初タイトルとなる首位打者と最高出塁率を獲得した。球団での首位打者は4年の島重ね戦以来15年ぶり6人目。最高出塁率との同時獲得は球団史上初となった。チームは CS 進出を逃したが、来季も進化の道を歩み続ける。チームは4年ぶりの B クラスに終わったが、恋の主砲は大きな勲章を手にした。鈴木が首位打者と最高出塁率を獲得。この2部門をダブルで取ったのは球団史上初だ。自身初タイトルに出塁率の方は良かったんじゃないかと思うと話した。打率は335で打率3割超えは4年連続。球団の首位打者は2004年島重ね戦以来15年ぶり。25歳シーズンでの獲得は87年正田幸三に並ぶ球団最年少記録だ。常に練習から甘い球を一発で仕留めてヒットゾーンに持っていくのはやっていると話す一方、試合でも打ち損じはたくさんあった。満足はいってないという姿が頼もしい。出塁率は453とぶっちぎり。丸と新井が抜けた今季、最初の方は自分が打たないとという思いが強かったというが、途中から塁に出ればいいかな、繋いでいこうという意識に変わったという思考の変化が好結果につながった。この日はマツダスタジアムで行われた全体練習に参加した。栄誉を手にしても来年ダメだったら何も意味がないと力を込めた。再びリーグの頂へ押し上げるべく、来季もチームを。